ご覧のスポンサーの提供でお送りします。白毛でこにゃんにゃん、お姉ちゃんさんありがとう。あ、赤スパちゃんかな、赤スパありがとう。5月10日は私の誕生日です。もういつか過ぎたんだけど、わがままでお嬢の誕生日歌とお祝いお姉さんボイスをもらってくれないか。ヨガもらうの？お姉も誕生日の願い事の一つは、お嬢が今のようなライブや動画をやって無理なく楽しくファンのみんなと一緒に過ごすって願いました。誕生日のプレゼントならお嬢にもらいました。それは亡きライブに出会ったことです。ああ嬉しい、お嬢大好き、大いに ありがとう。お誕生日もおめでとう。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディア白きじねこにゃにゃお姉ちゃん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう、ハッピーバースデー、素敵な一年にしてください。いやね、お姉ちゃん、お姉さんボイス、誕生日、でもお姉さんボイスで何を言ったらいいんだろう。もし言うとしたら、お誕生日おめでとうって言ったらいいかな。お誕生日おめでとうって言えばいいのかな。じゃあ行きます。めっちゃなんかちょっと改めて言うってなるとちょっと恥ずかしいんだけど、行きますよ。お誕生日おめでとう。お姉さんボイスでしょ。お誕生日おめでとうございます。次行こう。